はい、シロックマンです。はい。今日はですね、久しぶりにリバーシティガールズ2ですかね。はい。そうか、これ、あれか。拡張、外付けハードディスクの方にアプリ、このゲームのアプリは移したんでしたっけね。本体に移しててもいいなぁ。あ、よかった、あったな。リバーシティガールズ。これまあまあ久しぶりですよね、やるのね。買ってすぐ、買ったときすぐにやったけど、それ以来ですよ。2の方をね、やろうと思います。ファイナルファイト的な感じのゲームなんでね。結構ロードに時間かかるな。ワークシステムワークス。強かったんでね、女の子はちょっとなー、そんな強くないなと思ったんですよね。
するな。警察官もいるやん。警棒で殴ってくるんや。え、武器ちゃうのこれ。やばい、やられるやん。硬いなこれ。体力はないんだけど。これ回復できないかな、ここで。出たら敵蘇るんですね。敵ってこの後戦わなかなかのになるわけね。いつもの週末より多いぞ。セールやってるのかも。バーゲンの日ってこんな感じじゃない。買い物には行かねえからな。目当てのゲーム買ってさっさと帰るぞ。壊れるな。ファッション意識高めなきゃ。今はヤクザを意識しろよ。はーい。めちゃいるな。なんで警察が襲ってくるのかよくわからない。暴力振るってるからかな。うわ、爆弾持ってるよ。強っ。
警察動くんだったらこの女子高生も捕まえなさいよと言いたくなるけど、体力強いな。回復ですね。プロレス技やってきよった。あ、これは椅子がある。あ、すぐ潰れる。あるな。こっちから行くか。なんやろ。マネキン潰しちゃったよね。あ、武器や。これはだいぶ強いな。よし、ゲーム屋に行くぞ。あ、映画館だ。何やってるか見てみようよ。んなもん見てる暇は。ね、ね、いいよね。しゃあねえな。というか、なんでリキの彼女とクニオが一緒にいるんやと思うけどな。一緒に行動してることになってるんですね、リキの彼女と。あ、武器あった。うわ、爆弾。おお、なんか出た。ちょっと待った。どこ、あ、これか。膝蹴りできるの。あ、これ強いやん。サマーソルトみたいな。学校にいた畑岡先生だよ。私たちのこと退学にしたやつ。それと窓から追い出されたな。そうそう、マジダサいよあんた。あんた呼ばわりすんじゃねえ。今この町を仕切っているサブの息子ケンだ。そいつが市長なのか。てかそもそもこの町にいたんだ市長。親父は市長なんかじゃねえ。指定暴力団三和会の組長だ。自分のことを犯罪者って呼ぶのはどうなんだよ。
俺らは伊達屋水餃でヤクザやってるわけじゃないんでな。伊達屋水餃子？お前らは俺の姉貴をボコボコにしてうちに泥を塗った。美鈴のこと？それともひばりか？ノイズだったり。サブ子だ。ああ次それ言おうと思ってたのに。俺も俺も出た。俺はお前らに屈辱と敗北を与えろって親父に命じられた。屈辱は退学させることで与えたから。本気でそう思ってんのか？私あそこの生徒ですらないんだけど。2ヶ月も勉強せずに遊べるのにどこが屈辱的なんだよ。ほんとそれ。とにかくお前らを抹殺する親父の壮大な計画はすでに動き出してるのさ。ま、やってみりゃいいんじゃねえか。そういうのって基本うまくいかないよね。今に見てろよ。ボス戦か。いや強そうやな。くたばれガキども。いやこれ最初初戦のボス戦って感じするから一番弱いんでしょうねこれでも。うわザコも出てくんの。うわ爆弾落としてくんの。もうなんやなんや。こんな小細工あんの。本曲は寝てる。ここにいれば大丈夫なんですね。おお、ビビってるやんこいつ。やば、やばいやばい、やられるやられる。こいつ格闘的には強くないってことやんな。こんなズル使ってくるってことは。やばいやられた。始まんの。こっからだろうか。また会ったね。うわこいつ。くたばれガキども。強いやん。せっこいやん。ああ、やられた。マジで。
頭突きか。頭突きなの。了解。なるほど。こんな感じか。やっぱ国岡の方が強い気がするな。国岡力やな、やっぱり。まあ、今度力で行ってみてもいいけどな。お客さん、次はもっと財布にお金入れてきてね。私たちのこと退学にしたやつ。それと窓から投げ飛ばしたの。そうそう、マジダサいよあんた。
あんた呼ばわりすんじゃねえ。今この町を仕切っているサブの息子ケンだ。サブが市長なの？てかそもそもこの町にいたんだ市長。マジ会話やからいいや。飛ばしましょう。リキやから会話変わるかなと思ったんですけど。くたばれガキども。うわ強っ。うわ結構強い。あかん強い。負けた。めっちゃ難しいやん。また会ったな。うわこいっ。くたばれガキども。あかん、国王より力の方が弱い気がする。だって力の方がやられるの早いもん。リキじゃない、リキダメやな。国王やな。やるぜ。バーカーや、来ちゃうよ、ここじゃない。それしか買わないのか。飛び道具ってきた。ご覧になってください。素晴らしい買い物ですね。さようなら。あ、いるな。
はい。また会ったな。うわ、こい。くたばれガキども。うわ、強い。結構テンポを使っても強いな、こいつ。強すぎるわ。それがお前らのやり方か。これレベルが足りないってことなんか。レベル上げしないとこれ勝てないってことか。また会ったね。うわ、ロープレイ要素もあるからレベルが足りないのかね、これ。こんな強勝てないってことは。やっぱり全然ダメや。うわ、あれ避けられないんですよね、あれ。こんなもん避けられるわけないしな。いや、難しい。無理ゲーや、無理ゲー。最初のボス戦とは思えないぐらい強いな。回復ある。あ、なんかさ、なんか向こうの方が早いねんな、攻撃が。たまたま受けれたけど。無理や。これは無理だわ。はい、終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画、よろしくお願いします。無理です、これはね。はい。